街並みカーディガンは、西ウェールズのカーディガンシャーの古い街である。街の人口は2007年現在約4000人。病院、大学、商店街の揃った西ウェールズの中心地である。1 9 9 3年、ノルマン貴族で、初代シュルーズベリー博、ロジャー・ドゥ・モンゴメリーにより街が作られた。低ィ川の所領と、大きなウェールズ語共同体を含んでいた。カーディガン城の廃墟。 19世紀まで使用されていた、キルドホールがある。1176年、カーディガン城はアイステッド・ファット、STVD というウェールズ独特の歌や、踊りの祭典が、初めて開催された場所となった。カーディガンは、1942年から1976年まで、アイステッド・ファットの開催地だった。城は何年も詩人による管理を受け、廃れて放棄される結果となった。 将議会が城の救済にわずかに援助をした。しかし民間ボランティア団体と地方のカトリック司祭が別々に活動し維持していた。2003年、ケレディジョン議会が東東城を購入した。衣服のカーディガンはこの町ではなく、カーディガン伯爵に由来する。19世紀初頭には300隻の大型船舶が港に投機し、200以上の船が5つの造船所で建造された。 キルゲランの年番岩が港から輸出された。川からの堆積物で塞がれ20世紀初頭に港は以前の活気を失った。港の春節案が出されるが何年も実現していない。カーディガン中央駅は1963年に廃止された。カーディガンはウェールズで最初にカトリック聖地とされた場所である。宗教改革時代には聖母マリア像で知られていた。 その像は手にろうそくを持ち、その炎は一度も耐えたことはない。カーディガンはフランスブリウドの町と友好提携を結んでいる。ありがとうございます。